稲佐山は長崎県長崎市にある標高333メートルの山である。財団法人長崎ロープウェイ、水族館が長崎市の委託を受けて管理、運営を行っている。長崎市市街地の西方に位置し、裾野にも多くの建造物が立ち並ぶ。山頂は観光地としても有名で、昼夜問わず多くの観光客や市民が訪れる。 標高が333メートルと低いながらも、長崎港を見下ろす位置にあるため山頂から見える。景色は良好で、夜景の名所として知られ、函館の函館山、神戸の真谷山と共に、日本三大夜景として位置づけられる。なお南東と北に登山道路が一本ずつ通っている。また、稲佐山からの夜景は、1000万ドルの夜景と称される。 2012年10月5日には、モナコ、香港と並び世界新三大夜景として認定された。稲佐山山頂からの夜景昼景はこちら登山道がいくつか整備されており、自然の中を歩きながら山を登ることができる。登山道付近は、被災岩地質で土壌が悪く、長崎万年草など他の土地では見られない植物が生育している。稲佐山へは、 長崎ロープウェイを使うことで直接山頂まで登ることが可能。ロープウェイ淵神社駅は長崎バスの路線沿いにあり、長崎市電、宝町電停からも10分ほどで行けるなどアクセスも容易である。また、夕方から夜にかけて長崎駅前方面から無料送迎バスも運行されている。かつては稲佐山公園から山頂へ移動するゴンドラが、 運行されていたが、2008年3月をもって廃止されており、駐車場から山頂までの移動手段がバスなどに限られていた。このため、長崎市が2016年から2020年にかけてスロープカーを設置するに至った。また、2012年10月4日より、稲佐山展望台と稲佐だ景駅を結ぶ通路の天井に約6000個の発光ダイオードが埋め込まれた。 光のトンネルの運用が開始されている。通常は青天灯であるが、季節ごとに色が変わり、30分ごとに竜の模様が浮かぶようになっている。2020年1月31日より奥山清行がデザインしたスロープカーの運行が始まった。稲佐山公園内に設置された中福駅と山頂駅の約500メートルをおよそ8分で運行する。 稲佐山公園にある野外ライブステージ8号目ほどの広い敷地に稲佐山公園が整備されている。約400台を収容できる無料駐車場、滑り台や噴水広場などが設置されている遊具広場、猿と鹿を飼育している無料の動物園がある。鹿舎の脇には餌用の自動販売機が設置されており、鹿せんべいが200円、鹿の角が300円、 鹿の餌用の野菜スティックが300円で買うことができる。また、園内には1万5000人が観覧できる芝布石の野外ステージが設置されている。90長崎旅博覧会の際に建設され、地元長崎出身の佐田正史の無料野外ライブ、夏長崎から佐田正史をきっかけに、環境の整備が行われた。同じく地元出身の福山正春のほか、平井健。 ミーシャなど数多くのアーティストがコンサートを行い、九州における野外コンサートの主要会場となっている。また、福山は自身の曲、約束の丘を稲佐山公式ソングとしている。長崎県のテレビジョン放送、FM ラジオ放送の親局が山頂に設けられている。長崎県内は山地が多く平野が少ない。このため、 長崎市内にも多くの中継局が設けられている。なお、本校では2016年6月30日に閉局したジャパンモバイルキャスティングの長崎中継局についても合わせて記述する。ありがとうございます。